シットインの初期配置シットインは、ミャンマーの将棋類であり、二人で行うボードゲームである。将棋や地図などと同様、チャトランガを元とするゲームの一つである。チャトランガがビルマに渡りシットインの原型が生まれたのは8世紀頃だと言われている。シットはビルマの言葉で戦争や軍隊を意味している。シットインという言葉は戦争に使われる軍隊に由来している。 地図の流入により、南部ではプレイヤーは減っているが、北西部の地域では普及している。湿気の動き心の動きシットインの番は88の64、マスからなる。チェスボードとは違い、一末模様には塗られていない。盤上には湿気蝶と呼ばれる2本の対角線が引かれている。盤の大きさは60センチメートル四方くらいであり、 一つのマスの大きさは7 5トルくらいとなる。シットインのコマは通常は木製であるが、高級品では造毛製のものも存在する。大きさは種類によって違うが、5から7トルくらいである。公式のコマは赤と黒に色分けされている。コマの名称と動きは以下の通りである。ミンジー上下左右斜めに一マス進むことができる。将棋の玉将 チスのキングマークルックの君などと同じ動きである。湿気斜めに一マス進むことができる。マークルックのメットと同じ動きである。新斜めに一マスか、前に一マス進むことができる。将棋の銀将マークルックのコーンと同じ動きである。ミンチスのナイトマークルックのマーと同じ動きである。やた中央に、好きなだけ動くことができる。将棋の飛車、 チスのルークマークルックのルアと同じ動きである。ね、前に一マス進むことができる。ただし前の敵駒は取れず、その代わり斜め前の敵駒を取ることができる。簡単に言うと、チスのポーンと同じ動きである。8配置の一例シットインの初期配置は、根の位置が指定されていることとやターを再下段に配置することを除けば、自陣内で自由に配置してよい。 赤から順にコマを配置していくが、公式の大会では、相手の配置がわからないようにカーテンなどで仕切られる。配置の例は、右の図を参照。根は湿気蝶のあるマスに入ると湿気に昇格することができるが、これはすでに自分の湿気が取られている場合に限る。根が湿気蝶のマスにいるときに湿気が取られた場合、次の手伝いで昇格することができる。湿気蝶を通過した根は、 今後昇格することはできない。勝負は相手の民事を積ませた方が勝ちとなる。ステールメイトはされて民事が動けなくなった方が負けである。HJR マレーの記録によれば、シットインは3段階の手順がある。根を呼び他の駒を配置する。相手の配置を見て、自陣の駒を好きな場所に置き直す。この時、駒の動きは無視してよい。 どちらかのプレイヤーが根を動かしたときこの段階は終了しゲーム開始となる。通常のルールに従って相手の民事を詰ますまで刺す。ありがとうございます。